ノルマンシュの牛ノルマンシュ、ノルマンド種、ノルマンディ種はヨーロッパの土肉兼用種の牛である。外見は頭と腹は白色で、他は黒い模様が散っている。パンダ牛という通称もある。角は短い。ノルマンディ地方において生産されるカマンベールド、ノルマンディの要件として、奥では原料乳の品種は規定されていないが、 本項目のノルマン種及びプリムホルスタイン種の父が使われるケースが多い。バターの原料にも使われる。食肉としての肉質は多めに脂肪が入っており、硬くなく、また風味もあるとされ、つるりと滑らか、品のいい味わいとの表もある。もともとこの地方に生息していたのではなく、10世紀頃にバイキングによって移入された。 森永乳業が2014年に発表したレポートによれば調査年度は明示されていないもののフランス国内で飼育されている牛の種類のうち9.6%がノルマン種であるという。父は高脂肪、高タンパク質と評される。前景の森永乳業によるレポートよりフランスで最も飼育件数の多いプリムホルスタイン種との比較用に父のスペックを引用する。 ありがとうございます。